こんにちは、ゆっくり歌劇団でございます。私たちは、ドイツのフランクフルトから、ベルギーのブリュッセルまで、高速列車、ICE で移動中です。間もなく列車は、ドイツ西部のターミナル、ケルンに到着します。今日はドイツ西部の地域から、列車をご案内していきましょう。フランクフルト空港駅から、つかの間の、時速300キロ走行を終えた ICE は、速度を落としつつ、ライン側に架かる橋、ホーエンツォレルン橋に差し掛かります。3つの大きなアーチが並ぶ橋を渡れば、駅はもうすぐです。この橋は、ドイツで最も通行量の多い、鉄道橋として知られています。渡り終えた先にある、ケルン中央駅は、11本の線路がある、大きなターミナルです。しかし橋には、線路が6本しかありません。しかもそのうちの2本は、都市近郊の各駅停車、S バーン専用になっている関係で、長距離列車が使える線路が4本しかないんです。ターミナル駅に隣接し、少ない線路に、多数の列車が通ることから、ここは、ドイツで最も列車が通る橋となったのでした。ちなみに、ケルン中央駅も、都市の規模に対して、ホームが少ないため、列車たちはスムーズに駅に入れず、前後でよく渋滞を起こします。ライン側に架かる橋の上も、ホームが開くのを待っている列車が、いつもいるんですよ。といった話をしているうちに、私たちの乗る ICE は、橋を渡り終え、左手に世界遺産の、ケルン大聖堂を見ながら、駅に滑り込みました。もっともあの大聖堂は、大きすぎ、また、駅から近すぎるので、車窓からは、全体があまり見えないんですけどね。時計を見ると、なんとほぼ帝国。ここで、後ろに繋いでいた、オランダの、アムステルダム駅の編成を切り離し、ブリュッセル駅は、8両編成1本だけになります。アムステルダム駅の列車は、進行方向を変えて、再びライン側を渡りつつ、北へ向かいます。一方、ブリュッセル駅の編成は、フランクフルトから、終点ブリュッセルまで、向きを変えずに走行します。列車の切り離し作業があるため、ケルン中央駅での停車時間は、約10分。どういうわけか、一連の作業も無事に完了し、二つに分かれた、国際列車たちは、ほぼ帝国に、ケルンを後にしました。今日の ICE は、一体どうなってるんだ。いつもならここまでで、絶対遅れるはずなのに、順調すぎて、僕も逆に怖くなってきた。ブリュッセル駅列車の、次の停車駅は、ベルギーとの国境駅、アーヘンだ。所要時間は35分ほど。沿線でご紹介するものは、特にないかな、と思ってた矢先、私たちは、信じられないものを目撃した。ケルンを発車した直後に、かつて、西ドイツで大活躍していた特急用電気機関車、BR103 型とすれ違ったのだ。実はこの日、往年の特急、ラインゴルトの、イベント列車が企画されていて、私たちが乗る ICE と入れ違いに、付近の車庫から駅へ、ノスタルジックな列車が改装されるところだった。BR103 型は、現役当時から、人気が高かった機関車で、鉄道ファンのみならず、運転士などの職員からも、強い愛着と、厚い信頼を寄せられていた。2003年の引退後も、たびたびイベント列車として走行するほか、時には臨時の特急列車を引き、現役当時と変わらない、時速200キロで爆走していたこともあった。けれども最近は、車検切れになってしまったり、電気部品の故障が増え、走行できる車体が減ってしまっている。そんな中、往年の特急客車とともに、かつての名機関車が、列車を引いて走るとなっては、ファンが見逃さないわけがない。ケルン中央駅では、ドイツでは珍しく、朝から大きなカメラを抱えた鉄道ファンが、ホームの端に集結、付近の車庫を出発し、駅に到着する瞬間を待ち構えてたのだった。しかも、さっきすれ違った車両って、以前はドイツ鉄道博物館にいた、試作1号機だよね。量産に先立って製造された車両で、車体の形状が、1両ずつ微妙に異なります。あの機関車が開発された当時は、西ドイツ国鉄の車両番号が、改定されるタイミングだったので、試作車だけは、103、ではなく、E03 となっているのが特徴です。さらに、
私たちが目撃したイベント列車は、面白い編成を組んでいました。合計12両連結している客車のうち、食堂車、バー車両を、4両も連ねていたんです。本来なら、あの編成に、ドーム型の展望室を備えた、特別客車も連結されていたはずでした。西ドイツの特急、といえば、103型電気機関車と、ツートンカラーの客車たち、そして、展望車を思い起こす人が、大勢いることでしょう。ところが、2021年に、客車の保存協会がある地域で、集中豪雨が発生。濁流が車庫まで流れ込み、ドーム付き展望車が、被害を受けてしまったのです。床下まで、泥水に浸かってしまったため、電気系が全滅。車体も大きく損傷してしまいました。あのパノラマ車両は、1960年代に、西ドイツの鉄道を彩った、特別な存在で、わずか5両しか製造されていない、貴重な車両です。保存団体は、将来必ず、ドームカーを復活させるつもりでいますが、修復には、それなりの資金と時間が必要で、すぐに復活とはいきません。なので当面は、平屋の食堂車のみで、特別列車の運転を続けるようです。さて、前回の動画では、2017年に登場した ICE の新系列、ICE4 のお話をさせていただきました。柔軟性と大量輸送に重点を置いた、ドイツ国内専用列車です。車体は1両あたり29メートル前後と、とても長いものの、標準規格で作られた線路であれば、他の国の線路も問題なく走れる構造でした。ICE4 は、今のところ、137編成が発注され、2024年に最終編成が完成する予定です。それと並行して、ドイツ鉄道では、もう一つ、新モデルの導入が進んでいました。いよ、待ってました。スペイン製の、ダルゴですな。あ、そういえばそれもあったね。あれは、もうちょっと待ってね。まだ運転開始前だし、僕たちが入手できた素材は、ゆっくりさんが撮った、ブレッブレで不鮮明な写真が、1枚だけなんだ。私が撮ったって、わざわざ言わなくてもいいだろ。この動画でご紹介するのは、2022年に、ICE のラインナップに加わった、もう一つの新型列車です。ICE3 ネオ、時速300キロ走行が可能な、ICE3 の第3世代となる車両で、近隣国への運転を視野に入れたモデルです。ドイツ鉄道では、導入決定の直後から、専用のホームページを開設し、新車両の PR に力を入れていました。といっても、車体のデザインは、10年ほど前に登場した第2世代の ICE3、BR407 型を踏襲しています。けれど、細かい部分で違いが多いことから、新しい列車には、BR408 という別形式が与えられました。ということで、ここからは、ドイツの方々に代わって、我々、イギリスンメンバーが、新しい ICE について、ご案内いたします。じいちゃんとアイさんは、ちょっと休憩していただきましょうか。万全の状態で、ベルギーに来てもらいたいですもんね。あんたら、どっから現れた？フランクフルトから、同じ列車に乗ってたんですけど、気がつきませんでした？そういえば、はっちゃんは、いたな。あたしたち、最初はおとなしく、ロンドンで皆さんをお待ちするつもりだったんです。そうそう、分厚いドイツの歴史書がある、大英図書館の隣で待ってたんだよ。でも君たち、今日のイギリスの到着がだいぶ遅くて、日没後になるっていうじゃないか。だから、こっちから来てあげたってわけ。はっちゃんはともかく、こいつは大丈夫なのか？すでに一回危ない発言してるけど。大丈夫です。ニコちゃん先輩とローズさんから、絶対に失礼なことを言わないように、厳命されてます。俺の英国紳士フィルターに通すと、必ずやれって意味に。なので私たちが、ドイツの新型車両のご紹介をしてまいります。でもやっぱり、イギリスからドイツまでは、さすがに遠かったな。本当は、フランスの国境あたりか、ブリュッセルで待ち構えるつもりだったはずが、気がついたらドイツにいたんだよ。ベルギーの道って、すごく通りやすいからさー。さすが道路の国。言ってるそばから、早速際どいこと言ってねえか？ BR408 型、ICE3 ネオは、2020年7月に、正式発注された列車です。
すぐに製造が開始され、翌年の夏に、第一編成が完成。そして、2022年の12月に、最初の列車が運転を始めました。正式発注から、運転開始までの期間が短く、新形式としては異例のスピードです。それはひとえに、2013年に運転を始めた、2世代目の ICE3、BR407 型の存在があったからでした。新車両と言いつつも、基本構造が、すでに本運転に投入されている、従来型と共通なので、時間のかかる、認証取得や、試験の工程を短縮できたのです。BR407 型と、408型は、構造上は互換性があり、連結して運転することも想定していましたが、当面の間は、同形式同士での運転に留めるようです。外観は、2021年製の ICE3 ネオと、2009年から製造が始まった BR407 型とで、ほぼ見分けがつきません。先頭部分に書かれる編成番号が、700番台か、8000番台かの違いぐらいしかないんです。と、私も思ってたんだけど、細かく見ていくと、意外に違う部分があったんだよ。一番わかりやすいのは、先頭車両の運転席上部。新しい ICE3 ネオは、運転席の上にアンテナが追加された関係で、グレーの小さな突起があるのだ。かなり小さいですよ。そんなに簡単にわかるんですか？アンテナは、字が白い部分に設けられてるので、小さい画像でも、意外と判別点になりやすい。この間、どっちかわからず、駅で先頭部を凝視してたら、愛さんから、目つきが怖いって言われたけど、やっぱり、わかりにくいんじゃないですか。その他、床下のパネルにも、違いがある。開口部の形が、板状の、ルーバーから、網目に変化しているのだ。この変更点は、列車を斜め前から撮る、定番のアングルだと、まず判別できないポイントだ。また、視力が弱い人でも、ドアを視認できるようにした。扉周りの縁取りが、少しだけ太くなっている。基本的なところは、変わってないんですね。安全に関わるパーツや、基礎となる部分を下手に変えると、運輸局の認証試験がやり直しになるし、整備、部品調達の面でも、なるべく共通にしたかったんだろうな。それに、細かい部分が気になる、私たちの子猫ちゃんには、重要なポイントだと思うぞ。それにしても、BR407 型って、2009年から、少数製造された列車だったろ。それから10年も経った後で、よく同じものが作れたよな。メーカーはその間も、生産設備を保持してたってこと。それがですね、ICE3 ネオが、10年前と同じ車体で製造できたのは、ある意味、イギリスのおかげなんだ。え、うち？ BR408 型の基礎となった、407型は、2009年から、4年間製造されていた列車だ。そこから、ドイツ鉄道の ICE3 車両が生産再開されるまでには、6年間の空白がある。しかし、製造メーカーでは、同系列の列車を、作り続けていたのだ。ドイツ向けの ICE3 の生産に、終わりが見えてきた頃、工場では新たに、国際高速列車、ユーロスター4編成の製造が開始された。こちらは、塗装や車内レイアウトこそ別物だが、基本設計は、ICE と共通だ。これにより、1994年の運転開始以来、フランス系の列車で運転されていたユーロスターに、ドイツ製の列車が加わったことになる。ユーロスターの、新型車両の製造期間は、2011年から、2018年まで、編成数は、ドイツ向けと同じ、17本だ。ユーロスター4編成は、ICE の2倍になる、16両で1つの編成を組むので、製造期間も比例して、8年間に増えていた。さらに同じ頃、トルコからも、ICE をベースにした、高速車両の追加発注が来ていたため、生産設備、作業員ともに、同じ車体の生産を続けられたのだ。こうした注文のおかげで、ICE3 ネオは、問題なく、すぐに製造に移れたのである。ドイツ鉄道は、ICE3 の新系列を、90編成も発注。2023年末までに、早くも19編成が引き渡され、18編成が稼働しています。ということは、今までは図か、
17編成しかなく、一番少なかった。この系統の顔が、一気に100編成を超えることになるのか。最終的に、ICE シリーズで、2番目に多い車種になりますな。ちなみに現在のところ、2番目に多い車種は、この方です。愛ちゃんとか、初代さんじゃなかったんですね。Aちゃんさんは、意外に製造数が多いんだよ。それにしても、最近のドイツ鉄道は、列車を発注しすぎじゃない？ ICE 437編成に、3ネオが、90本。それに、2024年からは、四半世紀ぶりの客車 ICE、L が、79編成も加わるぞ。そんなんに。いや、これらで古い車両を置き換えると言っても、編成増やしすぎだろ。列車が走らない夜は、車庫が溢れそうな気がするんだけど。その点は大丈夫だ。列車の大量増備に合わせて、ドイツ鉄道は2010年頃から、車庫の大規模な拡張に着手していたんだ。列車を止め置く線路だけでなく、整備施設も同時に更新し、編成の数に比例して増大する、定期点検にも備えている。それから、編成数を多くしたのは、ドイツで増えつつある、高速バスに対抗した、新列車を設定するためでもあった。それは、夜行 ICE。昼間に比べて、本数は多くないが、夜間にも特急を走らせているのだ。だがこれは、ただの夜行列車であって、皆様に人気のある、寝台列車ではない。車内にベッドは当然なく、昼間に走る、座席車両を、夜間にも運転しているだけなので、車内に寝台列車としての設備は当然ない。言ってみれば、ムーンライト、ICE なのだ。夜行 ICE は、前の晩の夕方から夜間にかけて、北や南の都市を出発し、各都市に細かく停車しながら、夜通し走り続け、明け方5時から7時頃に、終着駅に到着する。なるほど、早朝に終点に着くと、朝運用の列車たちが一斉に動き出しますから、夜行で走ってきた列車は、入れ替わりに車庫で休めるんですね。いや、それが、そのまま朝の運用に入ってることが、よくあるらしい。それって、大丈夫なんですか？夜間運転は、昼間ほど高速で走らないので、車体の負荷は大きくないのだが、ちょっと心配になるよね。さすがにドイツ鉄道といえど、走行距離や稼働時間は管理しているし、ローテーションを組んでやりくりしてるから、多分大丈夫だ。などと、今回は、通り一遍の、基本的な紹介をしてみました。でも、僕たちの子猫ちゃんは、こんな内容だけじゃ、満足しませんよね。それに、内部のご案内を、一切していません。なので次回は、ICE3 ネオの、車内と、少し踏み込んだ話題をしてみます。それでは一旦、解散にいたしましょう。ここまでご覧くださり、ありがとうございました。なんだ、ずっとそこで、話聞いてたのか。せっかく休憩をいただいたので、コーヒーでも飲みに、カフェテリアに行ったんですけど、調理設備が全滅で、営業してなかったんですよ。なんだ、いつもの ICE ですな。いいのかそれで。全然大丈夫じゃないです。本当に、走る機能以外は壊れたままで、運転してるんだな。